却下。ダメだよこんなの。じゃあどうすんすか。俺もうネタねっすよ。もうプロット書くのに4日もかけたのに。じゃあもうこれなら一生。オッケー。今回もテンションが高くて低くて結構だが、さて我が理想推進機関アクロスはその存在理由たる理想世界設立へ向け、わずかずつではあるが着実に進行しつつある。すなわちここしばらくの君たちの活動の内容は当面の目標、市外征服に対して効果的であったということに他ならない。本当っすか、イルパレット様。やりましたね先輩。だが我々はある面理想に慢心しつつ、また一面においては後退しつつあることも事実である。僭越ながらどういう意味なんでしょうか。3歩進んで2歩下がるとか、ぐるっと回ってニャンコの目とか、エスカレーターで逆行するとかで、なー、そこが、そこがない、なー、どこまで深いのでしょうか。パートのバイトさんが進藤現在進行形だからな。え？なあ！これで5回目ですよ博士。いくら僕が天才でもこう頻繁に破壊されては対応に窮するのは当たり前じゃないですか。ニュースで聞いているだろう、連続爆破事件のこと。ああ、あれですか。対応したくとも精度強度ともに私の望んだものとはかけ離れすぎている。ことに性格がな、この街は狙われているのだぞ。ほう、秘密結社ですか。うん、秘密結社だ。それなら仕方ありませんね。では情緒面も含めて博士のオーダーを意識しつつ仕上げてみせましょう。どれぐらいかかりそうかね。5分後です。では、ミナちゃん外したな。
この方と一緒に写っていないのですか？殴るよ。殴ってから言わないでください。わかった。お姉様はお腹空いてカリカリしてるんだ。そういうことでしたら食料を調達しに行きましょう。でも私たちお金がほとんどなくて日当もらえんかったしの。構いません。はっちゃん、あの子たちいい子だな。ですね。なんであんな制服を。それに右側にいた子は確か渡辺くんの。関わらない方がいいわね。インプリンティングかね。ええ、目覚めた瞬間に初めて見た生命体を愛するよう2体の AI の初期設定に組み込んでおきました。恋愛シミュレーションゲームの要領で博士好みの女性に育て上げてください。それは分かったが、肝心の六本松一式二式はまだ搬入されておらん。時間に正確な君が3時間も遅れるとは。ご冗談を。
彼女たちはきっちり3時間と5分前に発送済みです。宛先は？彼女たちが住むことになったアパートです。決まってるじゃないですか。16話、そろそろ何か動き出す。いや、そうしなければ。ん？あ？いっしょ、私まだプリンで固まってます。それはさておき、私をどこ連れて行くですか？あなたの故郷へ戻って復讐するのですよ。あなたを裏切った可愛い息子とセクシーな妻、そして全てを奪った友人のゴメス。レッツゴー！ノー！早まりやがって。まだ今は、今は。フライトアテンダント、ファイヤー。で見たかったのに。ああゴージャスゴージャスってのは置いといて、なんでお店でなく公園なわけ？スキャンしてみたところ、ハイアットさんの健康状態があまり思わしくないため、自然な空気の中で食事をとった方がよろしいかと。お気遣いありがとうございます。なんか百合の花が乱れ咲いちゃいそうな危ういムードですが、まあ一緒、お食事おいしいし。わーいわーい。とはいえ、このぴょんぴょん娘は何とかならんか。うるそうぜうるそうぜ。先輩、白昼公園でテレビが見られるなんて素敵ですね。ね、コンセントが何気にそこのぴょんぴょん娘に繋がっている気がするんだけど、人力発電かな。いい加減名前で呼んでください。他に何か？あ、いえ、特には。3番入れて打った。この回7点目。ああ、また負けてるよ。オニオンズ悲しいぐらいに弱いね。身につまされちゃうから、たまには勝ってくんないかな。そうですね、お任せください。でしょうか。確定申告はお早めにしないと大変だよ。殴るよ。家賃明日まででしたよね。どうしよう、はっちゃん。ストップ！それ以上考えなくてもいい、悩まんでもいい。貧乏よりは結構。生きてさえいりゃ明日は来るってば。エクセルお姉さま。牛丼にお漬物つけられますね。かき集められるだけ集めてきました。集めた？褒めて褒めて褒めて。褒めて褒めて褒めて。あんまり深く考えたくないから、テレビで現実逃避しよう。褒めてください。ホームラン、ホームラン。対戦初日投手の岡本がまさかの代打満塁ホームラン。なぜかかよわげなフォームでダイヤモンドを一周しています。六本松さんですね。やっぱそう、幻覚じゃない。僕も六本松だよ。はいはい、そうね。番組の途中ですが、臨時ニュースをお送りいたします。本日午後3時頃、 FC にある JC 銀行に強盗が押し入り、12億の現金が盗まれる事件が発生いたしました。で、警察では7000人以上の捜査員を動員。FC 全域に捜査網を広げ、犯人逮捕に全力を注いでおります。またこの事件の犯人は、事件発生前に同地区で起こったスーパーから食料品を強奪した人物と姿が酷似しており、警察では2つの事件に関連があると断定。スーパーの監視カメラに映っていた人物を緊急手配することを決定しました。あは、僕上手に映ってる。そっくり、ある本人ですね。消えてるし。一方的かつ対処が早い国家権力の勘違いで、私の運命とってもピンチ。先輩落ち着いて。心配しないでお姉さま、僕頑張るから。お姉さまを傷つける者は許さない。ねえ、ねえじゃない、何言ってんの。近いの、殴るよ。殴る
すぐ、君たちは完全に包囲されている。武装を解除し、速やかに投降しなさい。はぁ、これがエクセルお姉様と僕二人っきりの愛の逃避行なんだな。三人いる、三人いるってば。ねえハッチャー、この子なんとかなんか危険な展開期待してませんか。お姉様、釣り取られていく一輪の赤馬だ。顔面大破、右上腕部破損、うなじ小破、右大腿部欠損、腹部に重力波、歪み発生、第三環境大破、全身フェロモンエネルギー 120%、 波形砲。うわーうわーうわー。はぁ、すっきりした。なんかいろいろなものを一度に失ってしまったような。こら、無視して白昼な実況中継しろな。いい加減投稿せ。うるさいな、国家権力。煽らないでってば。はーい。あ、ひどい。なんで生きてるんすか。狙撃失敗しました。なんてこった。こうなったらスーパースラットを出動させろ。はあ、会いたかった。なんで命がセーフティー。9回裏で逆転勝ちしました。私のホームラン見ていただけましたか。素晴らしいフォームでした。またもう死んじゃうし。大丈夫、私が何とかします。するのはいいから降りてほしいなって。私の命ハイアットさんにあげます。どうやって。ハイアットさん生きて、生きて。なんかバーチャルに SFX してるし。生きて、生きて。ほら、何やったんだ、さっさと来い。解散かい。先輩の気持ちがわかります。私なんか強引な展開。六本松さんはハイアトさんを助けるために自らの命を燃やし尽くしたんです。オーバーヒートでしょ。立派でした。六本松さん、ロボットと人間でどうやりゃ命をあげられるんだろう。うわぁ、えい、人が死んだり壊れたりで大変な時にデンジャラスなものを打ち込んできて。チコイド、やっておしまい。カマギレス、ダメっぽいっす。よかったね、レッチ。
一日なんかデンジャラスだったよね。メンチも助かってよかったね。六本松さんたちがロボットだったのには驚きましたが。だね、ロボットなら居候させてもよかったかな。何かと便利だったし。先輩？家賃どうしましょう。トモローイズアナザーデイ、なんとかなるって。ですね。人知れず愛に準じて六本松たちは死んだ。青春と呼ぶにはあまりにも短い時を彼らは駆け抜けた。だがその尊く気高い彼らの心を理解する者は誰もいなかった。いたところでどうなるもんでもねえけどって、おいおい、生きてるじゃん。食すなら。